はい、ということで、さあそれではやっていきましょう。似顔絵花スケッチナイトでございます。本日もよろしくお願いします。ではいきます。まずはですね、こちらでございますね。はい、ではこちら、さあ今日は最初プチ授業です。プチ授業です。さあ何でしょうかということなんですけど、まず耳ですね。耳、今日耳のお勉強したいと思いますね。耳はですね、結構ないがしろにしがちな方が多いんですね。はい、耳ね、結構あのなーなーに書いてる方、あとですね、本当に上手い方、本当に上手い方ってのもあれなんですけども、似顔絵が本当にもうプロ、ベテランの方で耳が描けてない方いないですからね。はい、そして漫画家とかですね、プロのイラストレーター、耳が描けない方はいない。ということでですね、耳、やっていきましょう。耳はですね、まずこう輪郭描きますね。輪郭描きますと。ね、でこうまあこうフェイスラインありますけれども、はい、まずはここ、まずはこちらですね。こうまずこの縁、枠を取りますと、ね、そしてここからピョッと出てます。ピョッと出てます。でここをこう出てるんですね。はい、ちょっと難しいんですけど、ここから簡単です。ここからですね、Y です。ここ Y が入るんですね。はい、 Y が入っているということでですね、こうですね、ここに Y が入っているということで、これを覚えていただければ耳は描けますよと。はい、まず耳のアウトライン取りますね。まあフェイスラインがあってですね、はい、そしてこの枠がありますと。はい、そしてこの Y ね、Y の字が入るということですね。こんばんは園長さん、ちょいマックちょいマックですね。はい、まあこちらの耳も描いてみましょうかね。耳はね、覚えてしまえば簡単です。ちょっとこっちで書きましょう。まずはフレームを取る。ね。フェイスラインが入る。ね。で、この縁がまず入りますよね。縁取り。フレームが入って、チョボを書きます。そして、あとは Y が入るだけ。ね。ここに Y が入ってる。ということですね。はい。では、これを、さあ、2回ぐらい書けばもう大丈夫でしょう。ねえ、2回書いて、もうバッチリなはずです。まず、フレーム書いて、縁取って、チョボを書いて、あとはここに Y 字を入れ込みましょうと。これでもう耳完成です。さあ、これで覚えましたね。はい、これを今後ぜひ皆さん、ご自身の似顔絵にですね、反映させて書くようにしてください。耳、それぞれ開いてる方、閉じてる方、いろいろいらっしゃいますので、そこは観察していただいてですね、この、フレームも全然違う。ね、形の方もいますということです。ではこの、耳今日覚えましたね。これをぜひ、次の絵では今日も使えますからね、ぜひ、使っていただきたいと思います。それで はやっていきましょう。はい、ではまずこちら、ステップ、4つのステップでございますということですね。はい、輪郭をシンプルな形で捉えましょう。はい、シンプルでいいです。丸でしたりね、三角形、逆三角形ね、四角とかですね、面長という感じでね、シンプルな形で捉えますということですね。はい、そして、こちらステップの2、特徴3つ挙げてみましょうとかですね、毎回この方ですよとね、丸顔とかですね、垂れ眉とかでね、目が離れてます、鼻がちょっと大きいかなとかですね、唇が厚めかな、横に広いかなとかですね。はい、この中で特徴3つ以上挙げて、それを似顔絵で描いた時に誰かが見て、それを特徴がちゃんと分かるように描いてあげると、親切丁寧に、伝えてあげるとね、伝わればいいんですね。はい、では次、3つ目 T 字を読み取りましょう。 T 字とは目と鼻の関係、長さの関係性です。はい、で、横棒はこの目の距離感ですね。 T の横棒、目の距離感、T の縦棒は鼻の長さですね。こういう感じで4パターンいらっしゃいますので、これを見極めて、ちゃんと当てはめて書かないと似ませんので、ぜひこれ皆さん見極めていきましょう。私はこのタイプです。皆さんはどちらでしょうか。はい、ということで、次最後4つ目、パーツの配置、大きさ、角度。はい、配置ですね、目が近いとかですね、眉がちょっと目と離れてるとかですね、眉同士が離れてるとかですね、口と鼻が近いね、大きさ、鼻が大きい、口が大きいですね、耳が大きいとかですね、目が小さいね、大きさ、で角度、目が垂れてる、眉毛も垂れてる、口角はちょっと上がってるとかですね、こういった角度ね、見極めて書きましょう。それではやっていきましょう。こちらでございます。今日はこのハライチのね、方ですよ。はい。
さあ、やっていきましょうね、皆さん。どんな形に見えますでしょうか。はい、コメント欄までぜひ、皆様の思う、ね、特徴を書き込んでいただきたいと思います。さあ、これ間違えても大丈夫ですね。はい、間違えても大丈夫ですので、ぜひ特徴を挙げていただきたいと思います。いかがでしょうか。ね。はい、サベさん。ね、特徴じゃなかった。特徴じゃない。はい、さあ、いかがでしょうか。ちょっと、こうした方がいいかな。はい、さあ、やっていきましょうね。さあ、いかがでしょうか。はい、似顔絵春さんも登場でございます。さあ、亀井さんも登場でございます。楕円、はい、ですね。垂れ眉です。はい、いいですね。垂れ眉です。楕円、垂れ目。はい、岡ぼんごはいはい、あの梅田で出会いましたよね。はい、シーサー坊主、間違いないです、坊主です。はい、ソラミクさんも参加です。長方形に顎、はい、いいですね。おでこ狭い、狭いんですよ、おでこ、おでこ狭い。僕もおでこ狭かったんですけどね、おでこ最近広がってきてちょっともう悩んでるんですよ、もう助けてください。はい、次、小彩香さん、初参加で鼻が大きめ。あ、ちゃんとできてますよね。はい、さあ、これだけ出ればもう岡ぼんごさんね、あの梅田で僕書いてたらですね、声かけてきてくださったんですよね。びっくりした、びっくりしたね。はい、すいません。はい、まあ、これだけ出ればいいでしょう。では行きましょう。はい、まずは頭、僕はこう丸で取って、こう下をちょっとホームベースみたいなね、形で、かたどりますとね、でこう耳で、目線の高さに横棒ね、中心線ですね、やります。そしてお、髪の毛のボリューム感を取りますよと。はい、髪の毛ボリューム感取る。そして垂れ眉ということを皆さん言ってました。垂れ眉でしたね。そして目は小さいですね。目は小さい。ちょっと、つるといいかな。はい。まあ、ちょっと最初、ちょっと垂れてるようにも見えるんですが。で、鼻は長くて、大きいですね。はい。大きい。長い。ね。で、口が大きい。ね。口がこういう風に大きくて、こんな感じですね。このいい表情されてます。歯並びいいなと。ね。歯並びいいですね。はい。で、こんな感じで書くと、もうね、似ますよと。いうことですね。まあ、体までちょっと書いていきましょう。体は結構大きめね。こんな感じで書いていただくといいかなと思います。はい。目は小さいですよね。はい。美里さん、グーポーズね。鼻の穴大きい。まあ、そうです。鼻の穴もね、ペン入れでこう書いてあげてもいいかと思いますね。はい。澤部さんでした。では続きまして、こちら、リリコさんですね。はい、さあ、いかがでしょう、皆さん。特徴をぜひ書き込んでいただきたいと思います。ちなみに澤部さんはちょっと縦が強めの T 字さんですね。まあ、4対6ぐらいですね。はい、こんな感じの T 字でございますよと。さあ、皆様、どんどん、特徴ですね、書き込んでください。さあ、いかがでしょうか。いりこさんの特徴、そうですね、釣り眉、釣り目、いいです。そうなんですよ。風が吹いてるんですよね。毎回、リリコさんの時はね。というわけじゃないんですけど、この時風吹いてますね。はい。毎回、この髪型ではないですからね。はい。さあ、黒目、そうなんですよ。このリリコさん、黒目ちっちゃいんですね。ちょっと。黒目小さいです。はい。さあ、どうでしょうか。はい。さあ、すごいですね。今日も。口大きいですね。口横に大きいんですね。まあ、口も大きいというのもあるんですね。その、横に大きいのか、縦に大きいのか。っていうところを見るとまたいいですよね、さらに。はい。すごい、これ、もうどんどんこの皆さん、あ、ミムさんもシドニーからですね、ご参加でございますということですね。はい。小彩香さんも、あの、初参加にしてですね、素晴らしいですね。まあ、楕円、間違いないです。さあ、亀井さんもですね。はい。ソラミルクさん。縦長 TG、園長さん。はい。いいですね。これだけ出たら、もう、すごい。胸元セクシーはね、ちょっと違うんじゃないですか。はい。横に大きい、そうですよね。またちょっと顔の特徴じゃないとこ出てきてるんで、そろそろ書いていきましょう。はい、できます。僕はまず、もう縦で取って、ちょっとこの下にボリュームつけますかね。はい、まあ、楕円取って、ボリュームつける。そして目線に横棒、中心線と、そして髪型がどの辺まで来ているのかというところを分析します。で、風は吹いてますね。はい、風は吹いてます。はい、さあさあさあ、耳もしっかりとつけてね。はい、
ではここから、釣り眉ね、釣り眉の釣り目のちょっと離れてますね。はい、こういう感じで、まあ、ちょっと黒目ちっちゃい、書いておいてもいいですね。黒目小さいです。はい、まあ、下書きなんでもシンプルでいきます。まあこのね、まつげとかも書いていると、ペンで書くんですけどね、似てきますよということで、まあ、鼻長いですね。鼻長いで、口が横に広いね。ここを守っていただければリリコさんは似てきますよと。シンプルな全部形で、目が小さすぎるとね怖くなりますし、はい、あのハイライトがないと怖くなるので、ペイルの際にはしっかりとハイライト入れてあげてくださいね。はい、とこんな風に下書きはやりましょう。そして背の高い方ですかね、そして首がちょっと長いでしょうね。はい、こんな感じで女性は男性よりも肩幅ちょっと狭めてあげるといいですよね。まあ、この辺は受講生の方は知ってると思います。はい、こんな感じでですね、まあ、この方も、まあ、縦の、まあ、どっちも長いけど、まあ、縦の方がまあきついかな。まあ、この人も4対6ぐらいでしょうね。鼻は結構長いですね。長いですね。さあ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 、続きましてこちらでございます。はい、こちらさあいかがでしょうかね。特徴は皆様、ウェルカムトゥー特徴です。さあお願いいたします。さあいかがでしょうか。さあどんな特徴があるのかということですよね。はい、さあ皆様お願いいたします。特徴をどんどん書き入れていただきたいと。はい、さあどんどんまた、ちょっとね、初めてかな、初めての方とかもね、またいらっしゃってるのかな。はい、そうですね、おでこ広いですね。おでこ広い、そして垂れ目です。垂れ目です。おでこ広い、間違いない。はい、そうですね。はい、頭が大きい、そうですね、大きいですね。目が口が小さめ、そう、口小さいですね。そうです、どっちも短くていいかもしれませんね。はい、さあいいですね、園長さん。はい、さあいいですね。そう、口ハートね、こういう表現もいいですね。口ハートも、まあ、鼻矢印、こういう表現いいですね。はい、ボンゴさんもね、すごい勢いでこれコメントが、はいはいはい、もう皆さんすごい、回を重ねるごとにですね、この皆さんのコメントの瞬発力がバンバン上がってきてる。これは素晴らしいことですね。はい、これも継続で皆さんどんどんね、この特徴がどんどん出てくるようになりますので、ぜひ続けていただきたい、そんな風に思います。でちょっとスキッパでしたね。はい、こんなところも似顔絵は見てますと。はい、では行きましょう。まず頭に僕は丸を感じましたので丸を描きますね。丸からこうね、こうちょっと下に落ちてると。はい、で耳ね、頭のボリュームで目線とこのセンターラインと引きますとね。はい、ということで、目線のちょっと上に眉毛がありますよね。結構中心に寄ってるタイプの方ですね。で垂れ目でね、比較的顔の中心に寄ってますよね。で矢印のような、まあ、矢印も書いちゃっていいですね。矢印ね、矢印です。そしてまあハートって言ってるのをハートで書いてみましょうか。ハートで書いたら似ますからね。はい、でこうまあちょっとこうね、ペン入れではもうちょっとディティールを書いていくとさらに似ていくよということなんですね。はい、で髪の毛も書いてあげてくださいね、せっかくですね。はい、まあ涙袋とかもペン入れで書いていくとさらに似ていくと思います。でこの方は多分小柄の方なので、まあ肩幅はこれぐらいにとどめてですね、いただきたいと思います。そうですね、 C さん今日コメントすごいですね。いや嬉しい。まあ、スキッパも後で書きましょうね、せっかくですので特徴は書いて差し上げましょう。はい、ということでこんな感じです。はい、まあこの方、先ほどあったんですが、まあ、どちらも短め、まあ、ちょっとこっちの縦のがあるかなっていうぐらいなんですけどね。はい、どちらも短くていいと思います。さあね、まだまだ、新たな参加者が増えてらっしゃいますよね。さあコメントがすごい素晴らしい。いやーボンゴさんすごい。はい、さあシーカードローイングさんも来ました。では行きましょう。次、続きましてこちら、はい、タンポポの、僕ちょっと名前わからないんですけど、はい、こちらね、いかがでしょう。特徴皆様あげてください。特徴をあげていただきたいと思います。いかがでございましょうか。さあ盛り上げるぞということなんですけどね。はい、さあこのすずさん、すずストアさんはこれアイコン変わったんでしょうかね、それとも、初参加でしょうか。はい、ありがとうございます。あ、そしてですね、えみさんもご参加ですと。あご長いそうですね。あ、白鳥さんですね。
はい、タレ眉です。これも見事なまでのタレ眉さんでございますと。ね、タレ眉の、そうですね、ちょっとつってますね。このね、いいですね。この、垂れてつってるというね。いいですね。はい、顔長いしゃくれ。ね、これ悪口みたいになってますけど大丈夫ですか？はい、ちょっとフランスパンとか来てるんですけど、ちょっとね、スルーさせていただきましてですね。はい、タレ眉。ね、あ、でもフランスパン。もういいんじゃないですかね。はい。いいんじゃないですか？はい、すいません。いいと思います。眉がハの字。そうですね。はい、青物が。はい。はい、はい、はい。いいです、いいです、いいです。ちょっと全部チェックできてなかったらすいません。はい、というこれだけ出たらもうバッチリです。バッチリです。じゃあ行きましょう。皆さんはそれだけ出てたらもう似せられると思います。ではまずは僕は面長に撮りますよね。面長でございますと。ね、そして目線ですよと。はい、センターですよと。ね、こうやっていただいて、まあ髪の毛ですね。こう大体のボリューム感撮りましょう。ね、髪の毛はそんなボリュームない方ですね。はい、そしたら顔の中書き入れていきます。垂れ眉、まあ配置大きさ角度を意識してね。垂れ眉。で、メガネは最初に僕書く派です。最初に書き込む派です。これ、それぞれね、似顔絵師さんとか違うと思うんですけどね。で、つってる、まあ小さ細めの目。ね。はい。そして鼻は、まあある程度長さがあって、口はね、そんなに特徴的ではない、こうちっちゃめでね。はい。まあこんな感じでこう書くだけでね、似ちゃうということなんですね。これやりすぎたかな、あ、すいませんってことでしたら、顎をちょっと削っていただければいいですからね。はい。こうエクボもありますので、ペン入れの時ではしっかり書き入れていただきたいと思います。ちょっとこの方背高いんでしたかね。はい。そしてポイント、これ女性のシャツあります。女性のシャツはね、向かってこの右側が前になるんですね。はい。男性のシャツは逆側が前になります。これプチ知識で覚えておいてくださいね。はい。あとは三つ編みをちょっちょっちょっとね、こう書いていただければ完成でございますということですね。はい。まあ比較的どちらも長めの T 字さんということで、ですね。さあさあさあ、最後でございます。こちら。はい。さあ、お願いいたします。さあ、どうでしょうか？皆様、下書きね。下書きはこれぐらいスピーディーにざっくりやって、ペン入れで、細かくディティール書き込んでいくということでございます。さあ、ボンゴさんありがとうございます。今日はずっと参加してくださってですね。はい。小彩香さんもですね、初参加でですね、盛り上げていただいております。小顔、あ、そうなんですかね。小顔なんですかね、この、小顔なんですね。はい。あんまり僕、テレビとかで見たことないんですけどね。この受講生の方がですね、この方を結構よく書かれるので、今日は連れて参りましたということで、背は高そうですよね。はい。背が高いということは、ね、受講生の方いろいろわかりますよね。体の特徴とかもですね、いろいろわかるかと思いますね。さあさあさあ、出て参りました。涙袋があります。そうですね。まあ、あとは目がパッチリ大きいですね。はい。はいはいはい。耳が大きい。耳も大きいですね。耳大きめ、耳大きい。3連発です。ヒゲじゃ、そうです。ヒゲあります。これは描いていいヒゲですよね。はい。これは描いてもいい。これはこの方が、意図的に生やしてるヒゲということで描いていただきたいですね。はい。背高いと思いますね。はい、丸メガネですね。そうですね。メガネも特徴の一つと。まあ、コーヒー持ってそうです。もうね、これ下の方行ったら、コーヒー持ってそうなんですよね。はい、ということでやってまいりましょう。はい、背が高そうね。ということで、まあ、上にこう、ドーンとね、この頭のボリューム持ってきます。そして、下の方にはこの顔ですよね。はい。で、目線とセンターを引きますと。で、大体、目線の結構上まで、上に来てる。この辺まで来てるかなとか。まあ、あと、この、ね、無造作なパーマ、ね、癖っ気なんかパーマですよね。パーマ感はこう、パパパッと出すと。ね。はい。そうしましたら、僕は、目の上の眉毛を、ま、眉毛どっちかというとつってますね。で、このメガネから描きます。メガネの描き方は、このブリッジ描きます。僕はですね。ブリッジ描いて、メガネの幅をね、意識しながら、丸々描く。左右描く。ね、形を入れる。ディティール入れる。ね。で、あとは、こうですね。ちょっとつっててもいいですね。で、黒目がほぼ出てますね。こういうふうに出てますと。で、鼻が大きい。ね。鼻大きい。ね。で、こんな風に口を描いて、まあ、ひげはね、ちょっと描いていただいて、ペン入れで描き込むと。まあ、もうちょっとこう、カクカクしててもよかったですね。はい。で、あとは耳はこれぐらいですよね。はい。こうするともう似ますと。そして、背が高いということなので、
こんな風にですね、あと肩幅広く見えませんか、これ皆さん。肩幅広いです。これぐらいにしてあげるといいと思いますね。はい、まあ、この方も、まあ、どちらも比較的離れているかなというような方でございましたと。ということでですね、これで今回の下書き5名シリーズ、下書きシリーズ全部終了しました。さあさあさあ、ではではでは、行きましょう。今日はですね、この2人から選んでいただきたいと思います。行きますよ。はい、こちらでございます。皆様、書きたい方に、ぜひですね、書きたい方の名前をコメント欄まで、お願いいたします。さあ、今日はどちらを皆さん書きたいか。ねえ。さあ、一光さんなのか、ねえ、はい、どっちでしょう、ローランドさんなのか。さあ、ローランドさんに一票入りました。さあ、皆さんいかがでしょうか、お願いしますね。はい、さあ、どっちでしょう。さあ、待ってくださいね。ローランドさん1の一光さん2の一光さん、一光さん、ローランドさん、一光さん、一光さん。これはもう一光さんでしょうね。もうこれは。これはね、一光、あ、ローランドさんが逆転してまいりました。さあ、一光さんに、ローランドさん。さあ、そろそろ、今10対6。10対6で一光さんリード。これはもう一光さんでしょうね。はい。さあ、10。9、8、7、6、5。さあ、もう決まりかな？はい。では、すいません。では、一光さんに決定いたしました。皆様、一光さんでございます。やっていきましょう。では、いきますよ。一光さん。はい、いきます。さあ。さあ、では、一光さんを書いていきましょう。皆様、よろしいですか？今日は一光さんに決まりました。この紐の姿ですね。このすごい髪のボリューム感ね。まあ、特徴もちょっと書き込んでいただいてからスタートしようではありませんか。私はこの色紙に今日は、水彩着色でやっていきたいと思います。C さんもありがとうございます。C さんはね、毎回クオリティ高すぎるんですよね。はい。C さんはもう講師陣ですからね、あれも。講師の描く絵ですから、もう。プロの絵。ね。背負い投げっていうことでね。はい。はい、園長さんも全然ペン入れまででもいいです。もうね、思い思いの、一光さん、皆さん、書こうではありませんか。ね、はい、皆様の一光さんを、ぜひ見せていただきたい。そんな風に思います。さあ、まずはね、こう気になるところは紙のボリューム感ですね。はい、さあ、皆様がこれをどうやって書くのか、楽しみでなりません。この後ですね、ぜひ、この、ストーリーズとかですね、投稿に、アップしていただければと思います。ぜひ楽しみにしておりますね。さあ、よろしいでしょうか？そろそろ書いていきましょうか？髪のボリューム、そうですね、唇のボリュームもあります。この唇は書き応えありそうですね。はい、まつげバチバチ。そうですね、まつげもバチバチです。はい、髪の毛。ね。では、そろそろ皆様、思い思いの一光さん、書いていこうではありませんか？ね。はい、そうですね、アイライン全部囲ってます。では行きますね。私も書いていきたいと思う。もう全部これ丸でドーン取りますね。僕はこの丸で取ってですね、はい、いいですか。はい、まあこのね、ゆったりな音楽に合わせながらですね、まあ10時までにはぜひ完成させたいと、いうふうに思っておりますということですね。さあ、ちょっとね、普通に書いてもあれなので、僕ちょっと面白く書こうかな、なんて思いますけれどもね。さあ、皆様、どんどん書いていてくださいね。僕は今、着物を書いております。はい、で、この紙のボリュームがドーンってことでね。はい。で、こう見たときに目線どの辺かなとかです。まあ、真ん中ぐらいかな、目線真ん中ぐらいかなってね。中心線を取る。ね。さあ、こっから僕はですね、まあ、ちょっと面白くしようかなと思うんですけどもね。いけるかな？はい。もうこれ僕全然、この人一回も書いたことないですからね。さあ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 。美里さん笑ってくれて僕は嬉しいですよ。
ね。はい。こういう風に、ドーンということでね。髪型ドーンですね。はい。髪型の流れも意識しながらですね。はい。まあ、もうちょっと下かな。はい。では。さあ、皆さん、進んでおりますか？今日は IKKO さんに決まりました。ローランドさんね、結構難しい要素いっぱい入ってましたんでね。はい。難しい要素がいっぱい入ってた。さあ、IKKO さん、どんな感じで仕上がりますかね、皆さんね。はい。まあ、垂れ目で、こう、まつげバチバチと。まつげバチバチですからね、その名の通りバチバチで書いてあげてくださいね。その通り。似顔絵、はるさんがね、まつげバチバチとおっしゃってましたので、さぞかしバチバチで仕上がるかななんてね、楽しみにしておりますけれどもね。はい、バチバチバチと。ね。で、必要じゃないところは僕ちょっとちっちゃくしますね。はい。で、ここですね。やっぱり。これですよ。この口ですよ。ちょっとこういう風に遊んでみたりするんですね。僕もたまに。ちょっとこれで遊んでいきたいと思います。唇ね。唇でちょっと遊ばせていただく。まあ、こういう遊びです。悪意ないですから。愛しかない。もう愛情しかないですからね。はい。そうなんですよ。ローランドさんは髪の毛大変ですからね。はい。お化粧は濃いめですからね。さあ、行きましょうか。では行きましょう。さあ、皆さん。ね。鼻歌、歌いながら、ね、テンションを上げながら、この週に1回、ぜひ、このね、似顔インスタライブ楽しんでいただきたいと思います。私も楽しませていただいております。髪のボリュームを意識をしながら、ね。さあ、書き込んでいきたいと思います。愛を持って、すべて書き込んでいきます。はい。さあ、よろしいですか、皆様。はい、こういうふうにね、書き込みました。さあ、こっから、ね、髪型は書き込む。髪型はなるべくこう長い線で書いていただくとですね、綺麗な髪の毛が書けますので、皆様、お願いしますね。さあ、小山井さんが満を持して登場でございます。さあ、ね、もうだんだんこうね、私の、受講生の方がですね、卒業されていってですね、ほんと寂しいんですよ。ね。はい。はい、私。はい、もう本当にスラムダンクで言うとですね、赤木とですね、三井がこう卒業していくみたいなね、あれぐらいもう僕寂しいですからね、もうね、まあ桜木とルカはいるんですけど、やっぱりね、ね、ゴリとね、わかんない人は面白くないですね、このトークね。はい。さあさあさあ、やっていきましょう。喋りすぎると手がね、ゆっくりになっちゃうこともありますけどね。はい。さあ、どんどん、このね、髪のボリュームを意識しながら今書いておりますけどね。皆様の絵はどうでしょうか？ね、特徴を引き出せておりますでしょうか？はい。はい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 。さあ、むずいという声が聞こえてきました。そうですね、ちょっとね、特徴がかなりあるので、まあ、なるべく特徴はですね、チャーミングに書いていただくというところがかなり大切かなと僕は、これまで似顔やってきて思っております。はい。チャーミングに、いかにチャーミングに書けるか。ね、可愛らしく書けるかとかですね。まあ、その方らしく書けるか。ね。はい。さあ、ここまで来ましたらですね。では行きましょう。顔を変えていきますよ。さあ、顔も左側から埋めていきますよと。左側。ね、で、右側を。埋めると。はい、見てるのも書くのめっちゃ楽しい。あ、よかったです。見てるのも書くのめっちゃ楽しいということでね、嬉しいです。今日初参加の、小彩香さんですけどね。はい、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。さあさあさあ、皆様進んでおりますか？
ね、一光さんぜひ特徴を捉えて可愛らしく、書いていただきたいと思います。あ、トークと進め方がすごく好きです、ありがとうございます。はい、光栄です、そうおっしゃっていただいて光栄です。はい、まあ、男性ね、ですよね。はい、ということで、結構首は太めでいいですかね。はい、そしてこういって着物を書き込んでいきます。はい、着物ね。さあ皆さん仕上がってきてますか。線はねこれ綺麗な方がいいですからね皆さん。まあ、あのスピード感も意識しながらも、線は綺麗に引くっていうところを意識していただくと、似顔絵のクオリティグッと上がってまいりますね。線は綺麗じゃないと、いけませんよね。はい、線は綺麗に、あ、面白さが出ない一光さんになっちゃいました。大丈夫ですか。はい、さあ皆様仕上がってきてますか。楽しみにしてますよ見るの。さあ一光さん、正面の写真見てるの。あ、そうなんですね、右向いちゃう、ちょっと癖がありますかね。大丈夫ですか。はい、まあ人にはですね、やっぱ書き方の癖というのがね意外とあるんですね。そして、その癖に気づいてないというケースもですね結構あるんですね。実はあの、まあ、受講生の方でもよくいらっしゃるんですけど、まあ、僕ももしかしたらですね気づいてない、まだ何かがあるのかもしれないということなんですけどね。はい、はい、さあやっていきましょう。書いてますか皆様ね。特徴を、出しながらチャーミングに書いていきたいただきたいと思います。そして、書くときはですね左右のリズムで書いていただくことをお勧めいたしますということを前からお伝えさせていただいております。はい、こうですね。でこのメイクねすごいので、線何回か引いていただくといいですよね。はい、さあこう短いまつげもあれば長いまつげもあればですね、こんな感じで織り混ぜていただくといいんですね。で結構これ 目頭入り込んでます。はい、あ、チャーミングじゃなくなっちゃいました。大丈夫ですか。チャーミングも意識していただきたいですね。チャーミング、さあここは 2,3 回こう線を引いて太くしていただいた方がこのメイクの感じを表現できるんですね。はい、できてますか。よろしいですか。書いてますか。長い毛もあれば短い毛もあると、まつげもあると。さあ、全部引いちゃっていいかもしれませんね、ここね。だいぶ書いてますよね。さあ皆様いかがでしょうか。書いてますか。でここに一本また線があると。で、黒目を書き込みましょうということですね。はい、こんな風に書き込みましたけれどもね。さあ皆さんこの後ですね、出来上がりましたら、ぜひですねこの一光さんはインスタグラムされてるんですかね。ぜひ一光さんにもですね、この似顔絵ぜひ皆さん、お届けしていただければいいんではないかなと思いますね。一光さんにお届けるのと、あとですねいつものように似顔絵花もですね、メンションいただければですね、私のところでシェアをいたしますので、ぜひ気に入った、ね、好きなタッチの方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、つながっていただいてですね、はい、今後切磋琢磨する、ね、仲間を増やしていただければと思います。さあ花はこの方の場合僕ちょっと描きますよね。こうね、
花は書きます。はい、こうですね。さあ皆さん書いておりますか。はい、さあここまで来ました。可愛いという声もいただきながらですね、はい、可愛くね、せっかくなんで仕上げたいですよね。はい、なるほど、ちょっともう手かけないですけどね。はい、まあちょっと手とかもね、まあちょっとね書きたいですけどね、今回ちょっと手かけないですね今のところ。はい、まあこの唇をじゃあ書いてですね、はい、こんな感じでですね、だいぶオーバーにやりましたけども、はい、まあちょっとこんな遊びもまあたまには入れながらですね、やっていきたいと思います。さあここまで来ましたら、じゃあペイン入れが終了ということで、着色に入りたいなと思います。はい、ちょっとねこうユーモア入れすぎたかなという感じもありますけれどもね。はい、さあここまで来ましたら、では、やっていきたいと思いますよ。左右のねバランス全体を見ながらね、左右のバランスも整えて、ぜひ皆さん書いてくださいね。はい、では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 、ちょっと着色です。着色に入りましょう。皆様出来上がってますか。着色は今回は、水彩絵の具で、いきますよと。はい、さあ皆様いかがでしょうか。今の似顔絵皆さん何点ぐらいでしょうか。自己採点ねしていただいて、さあ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 、ではいきます。着色に移っていきます。着色もですねなるべく、スピーディーにいけるといいですね。今回はですねあのダーマトグラフでいつも入れてるんですけども、ちょっと入れずにですね、後入れのハイライトでいきたいと思います。後入れハイライトバージョンですね。あとで、ポスカですね。ポスカで、確かにマリリンモロみたいになってきてますね。僕のもちょっとマリリンモンロー要素もありますけどもね、唇をやるとねちょっ その特徴も出てきますよね。さあさあさあ着色いきましょう。今回は、ね、後入れのハイライト、はい、バージョンでいきたいと思います。では塗っていきましょう。皆様もう着色入ってる方いらっしゃいますかね。一光さん、届け一光さんに届けということでですね、皆様今日はちょっとあの特徴のあるね型を描きたいなということで、毎回ちょっと旬な型とかを選んでたんですけれども、今回ちょっと特徴のあるね型ですね、描きたいなということでね、まあいろんな練習になるんですね。こういった型ですと、まあ、髪の毛のねちょっと特殊な髪の毛とかですねこう練習になりますし、あとこのまつげとかですね、このまつげも練習になりますし、こういったね厚めの唇描くときちょっと僕遊びすぎましたけれども、どうやって書くのかなとかですね、書いたことないものを書いていただく、それを繰り返していただくと、唯一もう書けないものはなくなると、もうその状態をね目指していただきたいなと思うんですね。はい、なのでもうどんどんいろんなものにねチャレンジしていただくといいんではないかなと思います。はい、さあ皆様いかがでしょうか。さあさあさあ今日は一光さんです。またね着色でこのメイクの感じも表現したいですね。はい、これも書かないとね、こういうメイクの方は書かないと書けるようにならないということでね、今日はいろんなチャレンジをする回にしていただければと思います。はい、さあさあさあ肌色はもう一瞬で終わりました。ではでは、続きまして、はい、その他の着色に移ります。さあ皆様今日はちょっとね、カリカチュア要素も含んだこの一光さんになっておりますけれどもですね、
温かい目で、見ていただければと思います。さあ次は僕はピンクで血色を入れ込んでいきます。血色を入れますね。さあボンゴさん下書きできたということでね、いいですね。ペンでぜひ行きましょうよね、ボンゴさん。はい、で、こうですね、ピンクを入れ込むんですね。実際はこんなピンクじゃないんですよね、こんなピンクねえだろうとね、いう方もいるかもしれないです。ピンクがないんですけどもね、入れるんですね。こう血色を入れることで、まあ、立体感もつきまして温かみがねお顔に入りますので、いいと思いますよ。はい、どの茶色でやるか悩むということですね。美里さん、美里さんもでも大丈夫じゃないですか。悩んでるんですか。実は悩んでなさそうですよね。大丈夫ですか。まあね、僕もう振り切りますね。あの茶色系か焦げ茶、もうどちらかに振り切っちゃうって感じですね。こう混ぜるとちょっと色が、アートスティックスに関しましてはですね、色がねちょっと微妙になる、汚くなることがあるんですね、こう色を混ぜると。なのでどちらかの色にもう振り切る、この人もこっちかなってね振り切って塗っていただくといいかなと思いますよね。はい、さあさあ、うわ、スペインでできたということですね。園長さんできました。さあこの言い切りは多分園長さん仕上がりいいんじゃないでしょうかね。できました、びっくりマークね。結構いい感じでできたのではないでしょうかね。さあ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 、来ますよ。ちょっとですね、最近僕の受講生の方がねおしゃれな背景やってたんで、ちょっと僕もねおしゃれな背景いきたいと思います。まずはちょっとですね、このブルー系入れるんですね。紫のイメージがあります僕は。IKKO さん、紫のイメージがあるんですけど、まずブルー入れちゃいますね。まずブルー入れて、こうね受講生の方もねどんどんチャレンジしてくださるので、そうきたかとね、講師の私もですね、おそうきたかとねいうようなね、発想の持ち主もね中にはいらっしゃるんですね。まあ元絵を描いてましたというような方もいるので、そういったところの感性がですね、研ぎもうそのなんかねある方もいるんですよね。そうきたかと、もうちょっと先生もちょっと次回やっちゃおうかなみたいなね、はい、そんなことも中にはありますけどもね。はい、さあそして、あ、よかったです。よかったです。はい。アキラとちくわさん、よかったです。そうですね。振り切った方がいいですね。髪の毛、アートスティックスに関しては。水彩に関してはいろんな色混ぜるとね、いいですよね。いろんな色混ぜていただくと、はい。綺麗になるんですけどね。アートスティックスはちょっとあんまり混ぜない方がいいかなというふうに思います。さあ。そして、小山井さん着色、いや早いんじゃないですか、さっき途中参加でね、はい、やっと着色ということですけども全然早いじゃないですか。はい、そして僕このちょっとね、これを入れるとね、ちょっとどうなるかな、実験的なところもありますけど、紫っぽくなりますよね、ブルーにこのピンク。はい、ちょっとこういうね実験的なこともやりながらですね、やっぱ下地のブルーが出るんですね。そうするとおしゃれになると、深みが出るんですね。はい、徹底的にパクりますですかね。はい、小山井さんいきなりこんにちはですけど大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、さあさあさあ、皆様いかがでしょうか、進んでおりますか。ちょっと僕背景に凝り出してますけどもね、はい、なるべく短時間で、終了に持っていきたいですよね皆さん。やっぱり似顔絵はですね、早く描くというのも大切なスキルなんですね。まあ、絵を見ただけでは、ね、その人が描くのが、早いのか遅いのか、絶対わからないですよね。この人の絵絶対早いなとか、ね、絵を見ただけではわからない。ね、早く描くというのはですね、実はとっても大切な要素の一つでもあるんですね。ただ、目に見えないスキルということでですね、はい、まあ、その人がどれぐらいのスピードで描いてるのかね、このスピードが速ければ作品が仕上がるね、個数とかもね変わってくると、仕上げられるね。はい、こんな感じで水彩はですね、こうグラデーションが綺麗にできますね。こうグラデーション綺麗にできますので、こんな感じでね。はい、あ、こんにちはってこれボタン押しちゃったんでしょうね。
そうですね。そうです。こう混ぜるんですね。混ぜるんです。混ぜるんです。いろいろ混ぜます。色を塗る。色を塗る。塗りましょう、ボンゴさん。はい。みやそさん。ありがとうございます。ありがとうございます。進んでないね、ママと言われました。お子さんに言われました？大丈夫ですか？はい、そして髪の毛の色。ね、髪の毛の色を塗りましょう。髪の毛の色。さあさあさあ、皆様、着色もですね、いかにはみ出さずに塗れればいいんですね。はみ出さずに綺麗に、着色ができるか。ね、ここがミソになります。はみ出さないで皆さん塗れてますか？ね、はみ出さない。さあ、この早く描くスキル、これはとても重要になりますというお話でした。ね、さあ、着色もやっぱり、まあどこで時間がかかってるか分析してみるといいかもしれませんよね。はい。あの、下書きでですね、あの、中には、下書きで30分1時間かかるんですという方もいらっしゃいます。そういう方はやっぱ下書きの改善の余地がありますよね。で、着色にですね、一番時間がかかる。ね。そんな方はやっぱ着色改善していただく必要がありますよね。いかに効率よく、クオリティの高い着色で仕上げることができるか。ですね、その画材を、突き止めるとかですね。ご自身に合う画材を見つける。そして何かね、そういう書き方を、まあね、もう習っちゃったら早いんでしょうけどね。そういうね、習いか、着色ね、とかね。はい。あの、本当に目の前のことだけ考えたらね、ちょっとその習うとかですね、金額がかかってくるんですけど、トータル的に考えるとですね、ね、さあいかがでしょうかというようなところもありますよね。はい。ずっと下書きにね、30分1時間かけてるね、時間がなかなかもったいないですよね。はい。まあそういうのをね、トータル的に考えると、ね、こう似顔絵の生産性、クオリティどんどん上がっていくんじゃないかなと思います。さあさあさあ、髪の毛もどんどん入っていきます。この水彩絵の具はですね、発色が何と言ってもいいです。ね。発色いいなとね。はい。僕個人的には、この水彩の方が、まあちょっと好きなんですけどね。この発色がいいので。ただ、やっぱ描くのは時間がかかります。ということで、メリット、デメリットとかですね。まあ、強みとかね、弱みがそれぞれあるんですけどね。はい。さあさあさあ。まあなので、いろんな画材で描けるっていうのも一つ武器ですよね。まあ僕はあとはプロクリエイトでしたり、まああとは、まあ、コピックもね、頑張ればいけるんですけど、またデジタルのね、本当に、プロクリエイトじゃ、フォトショップとかでも入ってましたけどね。はい。さあさあさあ、さあ、ちょっと喋りすぎてます。喋りすぎてるぞ。さあさあさあ、もうフィナーレですよ、皆様。ねえ、この着物を塗って。ねえ。はい。もうね、私もまだまだ似顔絵も学び続けようと思っております。ね、どんどんいろんなタッチ、いろんな塗り方、いろんな描き方、いろんな背景ね、いろんなポーズ、ね、いろんな構図、いろんな乗り物、ね、そうチャレンジしてますけれどもね。はい、もう満足したらそこで成長はストップということですからね。はい、もう僕はね、満足しない、そう決めてます。さあ、いかがでしょうか、皆様。そうですね。この紙を白く残すのはということですよね。これはですね、あの、ここに白があるとないとではですね、この、まあ、光が当たってるような演出をできるっていうのもありますし、あとはこう見た時にこの白の縁が結構目に飛び込んでくるので、この、何ですかね、見た時にこの人物のフレームがパチッとこう目にね、飛び込んでくるんで、まあ、あの、クオリティも高くなるし、見た時のこの人物も目立ちやすくなるというようなところがメリットですね。はい。では、最後、ここまでできましたらコピックです。カラーコピックで塗るぞと。はい。カラーコピックで塗ってまいりますけれども、ね。さあ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 、皆さん間もなく、終了の時間が近づいてきておりますよ。いかがでしょうか？仕上がってますか？はい。カラーコピックで塗ってますね、今。はい。さあ、いかがでしょうか？さあさあさあ、こんな感じでね、塗ります。なるべくムラにならないように着色はやっていただくといいですよね。ムラにならないようにぜひやっていただきたいね。耳の上部は、赤い、
ね。そして、この E の33番次いきますよ、僕。ね。影の入れていくと。もう今立体感ね、ないです。結構のぺっとしてます。ね。そこに立体感をどんどん生み出していくというような、この着色です。ね。さあ、影を入れていくんですね。まあ、僕はですね、写真の影を見るというよりはもう影を入れる角度とか決まってるんですね。なので、写真見なくていいので、この早書きの時は早いんですね。はい。まあ、そんなこともですね、オンラインスクールでは、お伝えしておりますということですよね。はい。さあさあ、皆様、いかがでしょうか？仕上がってますでしょうか？はい。さあ、このメイクの感じも出しながらですね。はい。そして今日はですね、皆様にお知らせがね、ありますので、ぜひですね、後ほど聞いていただきたいと思います。はい。まあ、発表と言いますと、まあ、そのね、以前からよくいただいておりました、ね、対面似顔絵のね、専用のコースができましたので、そちらの発表のとなっておりますね。対面似顔絵、皆さんいかがですか？書きたいと思いますか？ね。まあ、写真からではなくてですね、まあ、対面で、せっかくね、対面で話をしながらね、まあ、似顔絵の醍醐味でもあると思ってます。リアクションを、まあ、ダイレクトにいただけるということでですね、僕は一番大好きなのがこの対面似顔絵なんですね。さあ、この対面似顔絵の私がプログラムをね、作りました。ということで、そちらの発表させていただきたいと思います。はい。さあ、いかがでしょう、皆様。仕上がってますか？あ、気になるということでね。みさとさんはもう対面ね、結構もうされてますもんね。すごいんですよね。はい。さあ、もういいでしょうかね。そろそろ完成ですよね。はい。こんな感じで。さあ、一光さんが、ね、こんな感じでしょうかね。まあこれ目元ね、ちょっとネイビーを入れるといいんですよね。ネイビーちょっと入れちゃいましょう。ね、このメイクの感じが表現できます。このネイビーでこのメイクを演出して最後は完成となります。はい。皆様の一光さんはどんな感じでね、仕上がりましたでしょうか。あ、全部のスキルアップコース気になってたんですね、美里さん。気になってたらね、ぜひ、まあ何でもご質問いただければと思います。さあ、さあさあ、ちょっと待ってくださいね。さあ、いいですか？そろそろ皆様、フィナーレ。はい。まあ、こんな感じで、終了ですね。はい。ということで皆様、ちょっとそろそろ、お開きにしましてですね、あとは、おのおのでですね、完成まで持っていっていただければと思います。この後僕はこのポスカでハイライトを入れて完成となりますので、ちょっとね、今日はこの辺で終了となります。はい。ということで皆様お疲れ様でございました。今日もたくさん書きましたね。はい。